皆さんこんにちは。 NGB 株式会社の永田です。さてこのコーナーは3分でわかる外国衣装実務ということで、日本の出願人様にとって有益な外国衣装実務の情報を発信していきます。今回のテーマはマレーシアにおける衣装審査の流れです。マレーシアに出願した後の審査の流れについて簡単にご紹介できればというふうに思っております。それでは早速本題に入ります。マレーシアにおける衣装の出願から登録までの審査フローはざっくりこういう感じになっております。日本やアメリカのようにですね、実態審査はありません。また前回ご紹介したインドネシアのようにですね、出願公開制度もありませんので、かなりシンプルなフローになっています。それでは各フェーズについて順番にご説明します。まずは方式審査です。出願し、出願日を認定された後は自動的に方式審査が行われます。この方式審査を通過、つまり出願が方式上有効と判断された場合はもうそのまま登録になります。一方でですね、出願が方式上有効でないというふうに判断された場合は方式指令書が発行されまして、不備を解消するよう要求されます。この方式指令書へはですね、3ヶ月以内に応答する必要があります。マレーシアの方式審査で審査される要件にはこのようなものがあります。新規性や衣装法上の衣装に該当することなどといったものが見られます。最後は登録のフェーズです。方式審査を通過、もしくは応答によって不備が解消した出願は自動的に登録になります。登録前に登録査定書や認可通知書は発行されません。また登録料納付の手続きも必要ございません。またマレーシアではですね、出願時に広告図面を指定して所定の広告費用を支払う必要があるんですけれども、登録証にはこの広告費用が支払われた図面のみが掲載され、広告費用が支払われなかった図面は掲載されません。そしてですね、この登録証に掲載された図面のみが権利範囲に含まれるというふうに言われております。登録された衣装は初めに出願日または優先日から5年間の権利期間が与えられて、そこから5年間の延長を4回行うことができますので、権利存続期間は最長で25年になります。今回は以上となります。マレーシアの衣装に関して何かお困りごとやご不明点とございましたら、ぜひまず我々 NGB までご相談ください。それではありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が役に立ったと思われた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。では次回の動画も楽しみに。